入った。え、はい、まあ、さっきのねところにもあの隠しの宝箱が、隠してありましたけどね、宝箱のね中に、まあ、ああいうね結構あの宝箱に入ってる、レコードをですね、あの見つけられなかった人もね多かったみたいなんですけどね、あのあここですね、ここは、このように竜巻のこいつがいるんですけどね、まあ、これカラスになっていっちゃうと大丈夫ですね。その宝箱の中身なんですけどね、なるべくね、分かりやすいところに置いてある宝箱の中にはレコードの、ああいうかけらを入れてですね、分かりにくいところにあのウィッチハヤトのかけらというふうにしたつもりなんですけどね、まあ、なかなかねみんな見つけられなかったみたいですね。意地悪するつもりはねなかったんですけどね。はい、ゴーレム出てきました。終わっと。こいつはですね、まあ先ほどもちょっと説明した通りですね、あの天使でも悪魔でもなくてですね、あら、賢者と魔女が作った魔導機と、まあ、ロボットみたいなもんだという設定なので、登場するときにですね、あのヘイローの、表情もなければあのテロコと同時にいつもあの鐘の音が鳴るんですけどね、その鐘の音もなしなわけですね。はい、で、まあ道端に置いてある変形する壁と同様ですね、こいつも叩くと、少しずつ金色に染まっていって最後にこう分解するわけなんですけどね、なかなかそれを狙うのもね難しいくらい変形速度が速いので、まあ、どんどんこのようにねコアを叩いた方がいいですね。ちなみにねこいつのこのゴーレムのモーションデザイナーは英次郎ですね。エイジローはフォルティトゥードもやったり、オオカミの時にはですね常闇のスメラギのモーションを作ったりしてましたね。はい、あ、分かりましたね。なかなかレアですね、壊れるところを見るのは。はい、あ、いたいたいた、え、ちょっと今クライマックスのねボタンを押したつもりだったんですけど忘れてなかったみたいですね。復活しちゃいました。はい、でクライマックスですね。はい、このね、飛び膝蹴りで入りますけどね、これはモーションを作った、エイジローのこだわりですね。エイジローがどうしても飛び膝でというのでこうなりましたね。はい、でここはね、こういうまあしょうもない、デモになるわけですよね。この辺はあれですね、ある意味狼の時のですね筆神様登場のデモですね、まああれと、似たようなノリのもの、類のものですね。狼のね、筆神様といえば作ってる時もね、すごく楽しかったんですけどね、まあ、あんまりね、こうどんどん楽しすぎてどんどんエスカレートしていくうちにですね、途中でチェックをした稲葉にですね、ちゃんとした真面目なやつも作ってくれと釘を刺されてですね、
で、男女の中で出会う筆神様はかっこいい、かっこいい部類にというふうにしたわけですね。まあ、ね、作る方もね、まあ仕事としてこう大真面目にね作っていても面白くないんでね、まあ僕のゲームをね遊んだ人は分かると思いますけどね、まあ大体こういうノリのね、しょうもないネタが入ってますね。はい、ね、さっきのですね、宝箱のね話ですけどね、途中で橋本くんがねベオをテストプレイした時にですね、レコードが全然見つからないというこうクレームを受けてですね、で一旦全部こう見直してですね、こうまあレコードのようなねすぐ見つけてほしいものは見つかりやすい分かりやすいところの宝箱の中にと、で、ハートのかけらみたいなね、まあああいうものはですね、あんまり必須と言えないようなものはですね、隠した、非常に隠したところにね、入れ直したりしたわけですけどね、まあちょっとね、僕たちの認識が甘くて、まだ分かりにくいところにねいっぱい残っちゃったみたいですね。あれもですね、一回弟のところに遊びに行った時にですね、宝箱が全然見つかんないとい う, こうクレームを受けてですね、で、まあ、僕がこう後ろで見ながら弟のプレーをねアドバイスして、宝箱をね見つけて回ったんですけどね、まあ、どうしても一個見つかんないやつがあってですね、ネットで調べましたね。僕もすっかり忘れちゃっ てですね、まあ、そんな低たらくでしたという話をしているうちに、終わってますね。はい、というわけでですね、今回はこれで終わりですね。はい、次もね、同じく、新域、チャプター10、またこの天使のね世界のチャプターになりますね。まあ、また何かいいお話ができるように、ネタ考えておきますんで、興味がありましたらまた見に来てください。というわけで、これで今回は終わりです。また次回。さよなら。